はい、ドローン坂井です。いつもご視聴ありがとうございます。今回の動画は前回の続きでさらに奥に入ってきました。なぜ行ったかというと、この奥になんと廃バスがあったんですね。ちょっとそれをマイクロドローンで撮りたいなと思って向かっています。で、途中の橋から川をちょっと覗いてみました。どうですか、綺麗ですよね。清流です。はい、もうすぐ廃バスが見えてきます。このバスですね、結構古いよね、これ。この奥行くとちょっと開けたところに出て、なんか水門とか廃バスですね。近寄ってみるとトヨタって書いてありますね。かなり古いと思います。何年ぐらいか定かではありませんが、シートなんかはボロボロで天井は潰れてますね。で、こうやって中見てみると長靴がありました。多分これ建設会社の休憩に使うバスではないかと思います。で、これ苔がすごい生えてますね。で、これレストアの興味のある方はもうたまらないんじゃないでしょうかね。このレトロ感どうでしょうか。